もう少しはボス、あと4分の1。頑張れ。あと5分やで。もうかな、もうやめとき、ボス頑張ったやな。もう意地だけだ。うちのグレートビッグジャンボラーメンを舐めてもらっちゃ困るぜ、兄ちゃん。ちょっと腹減ってるぐらいじゃ制覇できねえぜ。なんと絶対食ってやる、バーカバーカ言うとるわ。あかん、顔がもうありえへんことになってる。顔色もおかしくなってきたな。もうええや、何を意地になることあんねん。俺こんなん余裕で食えると豪語した手前、後に引けないんだろ。はい、終了。オムイチャレンジ失敗ということでね、5000円になります。まあ近頃のチャレンジャーの中じゃ粘った方だけどな、まだまだ胃袋ができてねえぜ。にわかフードファイター気取ってたら体壊すぞ。バカマシは今度は私がやったるからな、サラまで食うたるからな、絶対リベンジしたる。ボス、歩けるか。毎度あり。ボス、もう帰ろうや、そないへこむことないやん。フードファイターぶりがなかなかかっこよかったぞ。え、なに。うんうん、なんと。なんや、恥ずかしいんやって。散々お腹を空かせて自信満々だったからな。今なら土でも食えるとまで言っていたし。ええー、かっこしいやからな、だいぶ傷ついとるで、あれなんとか元気づけてやらな。よっしゃボス、口直しにラーメン食いに行こう。行かねえよ。スケットダンス、フードファイター、キャプテン。ひめこちゃん、これから部室？せよ。キャプテン、部活は？今日はソフト部練習お休みなの。ほんま？ほな、ちょうどよかった。クッキーめちゃくちゃ焼いてきて。部室けえへん？なにこれ。牛や、牛クッキー。まあ、形はあれやけど、味はうまいで。じゃあ、久々にちょっとお邪魔しようかしら。あ、まあ、形はあれだけど、味はうまいな。このサッカーボールクッキー。牛や。でもすごい、本当に美味しい。姫子ちゃんが料理上手なのは知ってたけど、実際に食べたことはほとんどなかったもんね。うん、美味しい、いくらでも食べれちゃう。いっぱいあるからたくさん食べてや。いやでも俺まだ腹いっぱいな気するわ、あんまり食えねえ。せやな、それやったら無理して食わんと置いとき。ボッスン、どうかしたの。いや、それが昨日な。うわー、バカ言うんじゃねえ。あれ、クッキーこぼしたか。なんや、全部なくなってもうとるやん。スイッチ、おめえ皿ひっくり返したろ。いや、知らん。俺じゃない。なんで怪しい言い方すんねん。あ、ごめんなさい、私。なんだ、キャプテンか。ええねええねん、大丈夫やで。床に落としたぐらい3秒ルールだぜ。もう20秒ぐらい経ってるな。いや、そうじゃないの、私が食べたの。はい？え、マジで全部？いつの間に。うん、美味しくてつい、本当にごめんなさい。いや、お茶菓子はまだあるし、それはええけど、すごいスピードやな。量も相当あったぞ。お恥ずかしい。キャプテンが大食いなんは知っとったけど、ここまでやったっけ。なんかここ最近さらに食べるようになっちゃって。ソフト部の練習はハードだからな。そうなの、すぐにお腹が空いちゃって、自分でも気づかないうちに食べてるの。お菓子とか買ってもいつの間にかなくなってるし、お昼のお弁当も恥ずかしいから普通の大きさだけど、実はその前に部室で早便してるのよ。体重が増えないのが救いだけど、やっぱり年頃の女の子だから恥ずかしいわ。あんた何本ほど食うねん。なに、なんで、なんでそんな食べ方できんの。そのフルーツケーキ結構ボリュームあんで。もうピーナッツじゃん、ピーナッツ感覚でサクサクいってんじゃん。水分なしで丸飲みはすごいな。まずそのスピードがありえねえよ。うん、私食べるのもすごく早いのよ。いつの間に噛んで飲み込んでんだ。そう、食うてるとこもっかい見せて。え、いいけど。消えよった。キャプテンすげえ。どんな食い方やねん、これテレビ出れるで。何言ってんのよ、出れるわけないで。消えた。量もスピードも波じゃねえぜ。フードファイターやな。あ、そうだ、キャプテン、ラーメン好きか。なんだなんだ、また証拠りもなくやってきたと思ったらこのお嬢ちゃんがやんのか。そりゃ舐めすぎだぜ。グレートビッグジャンボラーメンは麺8玉に野菜炒めが乗って重量7キロ。全国でも最難関のビッグラーメンだぜ。どうやキャプテン。さっきお菓子食いまくってたからな、全然ベストコンディションじゃねえし。
流かも。よっしゃ、いけ、キャプテン。今、なんつった。いただきます。出た、消える、キャップ食い。キャップ食い、なんだそれは。これはいける、これが出たらいける。3分経過。ちょっと休憩。半分食いやった。どういう体してんだ、イリュージョン。これは想像以上やったな。空腹時だったどれだけ食べられるのだ。バッファローの一頭ぐらいは食いんじゃねえか。それはちょっとさすがに無理よ。え、あ、もちろん冗談だけど、え、まんざらでもない感じ。バッファローことアメリカバイソンは19世紀後半の乱獲によって絶滅寸前まで追いやられ、現在は保護されている動物だ。その肉を食べられるお店自体数が少ないぞ。だからそういう問題じゃねえんだよ。そうよ、問題は味よ。味、もうええやろバッファローのくだり。さーて、じゃあ続きをいただこうかな。5分ぐらいかかってもいい？どうぞどうぞ。40分以内に食えばいいからよ。これはもう楽勝だな。あら、何？なんや、どないしてん？どうしよう、大変。これは完食できないわ。なんで？野菜に隠れてて気づかなかったけど、入ってるの。煮卵が入ってるの。私、煮卵だけは食べられないのよ。まさかの煮卵 NG。 どうしよう。どうしようって、いや大丈夫だって、こんくらい食えるよ。いけるいける、こんなもんキャンプ食いでスポンや。力不足でごめんなさい。バッファローは食べられるけど煮卵は本当に無理。食えんのかい。いや突っ込んだら湧いちゃうわ。ここまで来たのにどうしても食えねえのか。うん、無理して食べたらリバースしちゃうかも。吐くの、マジでそれほど。そして5分後。とりあえず煮卵以外は全部食べたけど、この先が問題だな。さあどうするつもりだ。急に元気になったな、このおっさん。好き嫌いがあるようじゃファイターにはなれねえぜ、お嬢ちゃん。くそ、この親父には負けたくねえ。こうなったらキャプテン頑張って飲み込もう。無理よ。大丈夫、残りは卵だけなんだから、一瞬でも飲み込んじまえば完食成立だ。だよな店長。ああ、つまりその後なら吐いたっていいんだ。いやよ、絶対。いいじゃねえか、俺なんか第5話で吐いてるところ2回も見られてんだぞ。おあいこだよ。そんなおあいこ嫌よ。完食すると商品のレンゲがもらえるぞ。そぼ、それは嫌やろ。つべこべ言わずに煮卵を食え。さあこの煮卵を食え。この美味しそうな煮卵を食え。なんやこのプレー。この卵はボールだ。ボールから目を背けるのか。いや、キャプテンは誰よりも白球に正直な人だ。逃げちゃダメだキャプテン、今こそ白球に食らいつくんだ。そんな青春っぽいこと言われたら、私分かったわ。うそん、食べる、私煮卵を食べる。何このドラマ。でもその代わり帰りにたい焼きおごってね。どんだけ食うねん。これは苦手なものを克服するチャンスかもしれないもんね。うん、何事もチャレンジ。はい、キャプテン、たい焼き。ありがとう。なんと。恥ずかしいんやて。本当、悪かった、キャプテン。ボミック助っ人ダンス第3回、いかがだったでしょう。いかがだったでしょうか。ボッスン役の吉野博之です。姫子役の白石涼子です。イカダはゼルダの伝説のやつが好きです。スイッチ役の杉田智和です。高橋千秋役の佐久間入りです。はい、というわけです。これやり直せばいいんだよね。そうですね。そうだよね。やり直す？正直ですね、吉野さん。いやいや、行きましょう。吉野さん、吉野さん、そこの木燃やしたら階段が出てきましたよ。ゼルダだからね。ありがとう。これマジカルシールドめっちゃ安いし。あんまりみんなしないで、ルピーの話とかそういうのはいいから。すみません、黙ります。大丈夫です。はい。はい、というわけですね、今回ゲストがいらっしゃいます。はい、というわけで、キャプテン。はい、消えるキャップ食いをするキャプテン。キャップ食い。はい、ね、そうでございます。リアルにどんな感じなのか見てみたいですね。口の中がどういう風な、ね、お祭り騒ぎになってるのか気になる感じですよね。すごい大食いですよね。ね、早食いかつ大食いですからね。はい、これ皆さんはあれですか、普段は、あれキャプテンはもしかして大食い早食い。いや早食いではないんですけど、
でもなんか食べ放題とかよく行きます。あら、はい、そうなんですか、はい、女の子そうなんですか、行きたくなりますよね、なんか、うん、なんか好きなものやっぱ好きなだけ食べれるのがやっぱ幸せかな、でもね意外と欲張るんですよ、はい、あれもこれもと思っていっぱい取ったりとかするんですけど、うん、すぐなんかお腹いっぱいになっちゃって、うん、意外と意外とこうあやっぱりねってうまいことなってるなみたいな、まあ、だいたいあの料金分ぐらい食べたら十分なんじゃないんですか、あですかね、そうですね、まあ、行きます、そういうとこ杉田くんとか行きます、僕行かない、あれ前ケーキ食べに行ったとか言ってなかったっけ、え甘いものってないで、キはいやそれは行かないだろうなっていう、行かないよ、ね、行くわけないよなおって言って終了みたいな、そうだね、そうですよね、え藤野さんは、いや僕全然無理ですあのこういう大食いとかも、うん、まあでも早食いっていうか噛まないですね僕は、だからキャプテンも噛んでないのかなって思いましたけど、そうそうそう、飲んじゃうんだよね、そう飲み物じゃないけど飲んじゃうなっていうことが多々あるんですよね、これでも絶対あれですよね、あのみんな真似しないでください、あ危険ですからね、危険ですからね、キャプテンだからこそできる、ねうん、万が一にも過去にこういう経験をしたことがあることあります、あのこれほらよくあるじゃないですか、お店とかでも大食いか時間なのか分かんないけど、その制限内にとか、写真と実物が結構違ってたりして、実物が出てきたらあれご飯の面積がみたいなね、絶対そうなるもんね、びっくりする、自分じゃ絶対無理ですよ、ね、でもお店とか行くとねたまにそういうのあってね、ありますあります、ね、そういうなんか制覇してきた者たちのね貼ってあったりしますけど、細いちっちゃい人がこう全部食ってたりするんですよ、する、だ女の方でも僕知ってる方で一人いますけど、すごい朝から普通に例えばあの何でしょう、ご飯普通にご飯お茶碗じゃなくて丼なんですよ、はい、でお味噌汁とかあって鮭とか卵とかそういうのもあって食べて、なおかつその後に親子丼をもう一回食べるみたいな丼ですごい、普通にご飯をそう朝から普通にしっかり食べられる人知ってるんですけど、そう、その人のことを思い出しました、これ見てて多分大食いできると思います、というわけで良い子のみんなは、はい、あの無茶のないように胃を大切にしてください、はい、はい、というわけでそれでは次回もお楽しみに。